ちゃん見てますか、スパーキーちゃん、スパーキーちゃんおめでとうおめでとう。いや嬉しいよ。どうですか、じゃあキヨキヨです。はい、ということで皆さん、こちらのテンゴッドさん、皆さんご存知でしょうか。テンゴッドさんはですね、7月の中の最強を決める戦いで日本で2位だった人なんですよ。この人がスパーキーを使ってました。もうね、これもスパーキーが世界に認められた瞬間で言っても過言ではありません。ちなみにね、今日はハルパパさんのねスタジオでちょっと撮らさせてもらってるんですけれども、こちらテンスパかい、ないテンスパって、キヨスパみたいなさ、どんなデッキかっていうと、まあこれね、見てわかる通り、まあテンスパで勝ってるわけなんですけど、ジャイスパに、盾の戦士、そしてコウモリの群れ、アイスウィザード、トルネード、ファイアーボール、ザップ。え?これで勝てんの?甘い。キヨスパが世界一だから、ほんとにね。ちょっと見ていきたいと思います。いや、すごい。え、これで勝てんの?ちょっと僕もね、勉強したいなっていう感じでね、今日皆さん見ていただけたらと思います。まあなんかこう、キヨスパ以外のスパーキーできてどうやって使えばいいのか正直わかんないって方もたくさんいらっしゃると思うんですよ。僕もね、わかんない。ふん。来て、こう来て、ま、これ、おっと!でもこれさ、まあ、これはね、ま、コウモリの群れで防衛しつつ、ま、トルネードでね、キング起動。これはね、キヨスパでもあるあるですよ。ま、なんかこう、キング起動ね。ある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 。さあ、そして、どうすんの?よろしく、あはちょっと、テンスパでもよろしくあんの?テンスパでもあんのね、この人。皆さん、スパーキー出したらよろしくは、もう全国共通なのかもしれない。これもう、だって日本2位の人がやってますからね。さあ、来て。さあ、今ね、アイスウィズがめっちゃ強いらしいっすね。なんか本当に。で、こう来て。はいはいはい。さあ、これが見どころですよね。スパーキープラス、アイスウィズが見どころなんですが、うお!そういうこと?そういうことか。もう普通だったらミニペッカでやられてたんですけど、アイスウィズで、相手の防衛こ、ん?相手の防衛カードを、なんか無視できるというか、無視できるというか遅くさせるんで、なんかこうスパーキー、ちょんとね、いけちゃうわけか。はぁ、なるほどね。てか、久々ですね。なんかこう、リプレイを見るっていう動画。なんかほんと僕の動画ですごい久々だと思います。ちょ、新鮮すぎてなんか、新鮮すぎてやり方わかんないけど。あ、出た!スパーキーでした。よろしく。やっぱ分かってるわ。やっぱうちのクラメンですからね。ウエスト98センチのクラメンなんでね。分かってますね、やっぱりね。さあ、ここ来た。ジャイスパで、まあ、でもこれはね、キヨスパと原理同じですよね。さあ、来てさ、待って、キヨス、これ、え、やっぱアイスウィズ強いのかな?ちょっと僕もなんか、アイスウィズにしよっから、そしたら。ダークネクロがね、今使えないんで。僕、アイスウィズ、お、見て!コウモリの群れが一瞬で死ぬ。え、ちょっと待って、さあ、ちょっとこれはどうだ?さあ、どうだ?これは、うん、これは防衛戦だ。アイスウィズ強いぞ、これ、ワンチャン。縦線、え、縦線ってさ、どうなの?縦線ってどうなの?さあ、さあ、さあ、来た、どうすんの?どうすんの?これ。コウモリの群れ。コウモリの群れ、ザップを使わせるってことかな?いやー、でも、アイスウィズめっちゃ強いな、これ、ほんとに。テンスパ!パクリが!パクリやがって!そういうこと言っちゃいけないね。全然別にね、みんな、もうデッキがたくさんある方が嬉しい。そしてね、もう、お、どうすんの?これは?これはやっぱお散歩だよ、これ。これはキヨスパでもやりますからね。こう、お散歩で合流させる。めっちゃ強いでしょ。別に僕のデッキじゃないけど。で、さあ来ましたよ。さあどうすんの?さあこれアイスウィズつけるのかな?うわぁ、テンスパは、じゃああれだ。なんかこう、ジャイアントスパーキー、マジで今、何が起こってるのかよくわかんないけど。ジャイアントスパーキー、あれなんだね。あの、アイスウィズって感じなんだね。やっぱアイスウィズ超強いな、これ。こんな強いの?こんな強いアイスウィズ。だってこれ、まあ、グランドチャレンジなんでね、さ、まあ、ほんとね、テンゴッドさんね、ジャイアントの変態なんですよ。ほんとに変態。もうね、めっちゃうまいんですよね。待って、こう来て、こう来て、さ、え、待って、コウモリの群れを、コウモリの群れにザップ使わせたってこと、今。さあ、ない!うわぁ入った!さあ、そしてこれは守りたい!これは守ってファイアボールで削りたいよ!大丈夫?頑張って!ここでナイスゲーム!素晴らしい!さすがウエスト98センチの回!テンゴッドさんね、もう一個リプレイ載せてるんで、これも見たいと思います。ポン!さあ、来ました。で、これ見終わった後に、僕も戦いますわ、そしたら。キヨスパでね。まあ、ということで、見ていきたいと思います。まあ、キヨキヨもね、ちょっとこの後に戦いたいと思うんで、よろしくお願いします。さあ、ちょっと見ていきましょう。やっぱね、こう、テンスパの、この何?ロジックを理解するというかね。なんかね、そうね。まあ、戦い方を、まあ、学んどくかって感じですね、今日ね。そう、おっと?縦線めっちゃ流行ってんの、今日。今日っていうか、アップデ後。
縦線めっちゃ流行ってる説ありますね。さあ、開けました。さあ、ここが、さあ、スパーキー出すの。え、出すんだ。ここで出して、ジャイアント合流。あ、これ防衛スパーキーですね。これ防衛スパーキーあるあるの。さあ、来た。これ、あ、すごい。ジャイアントで、今、アイスウィズを残らす作戦。待って、アイス、え？待って、これアイスウィズ、え？高回転アイスウィズこれ。しかも、縦線も一発で死ぬのかな、これは。縦線は一発じゃ死なないけど、ちょっと待って、ちょっと待って。縦線強くね？縦線っていうワードがもはや懐かしいですよね。縦線が。さあ、ここで、もうスパーキー無限に生き残りますね、ほんとこいつね。だが、しかしこの相手のアイスウィズも強いですよ。相手が倒して、倒すんかい！倒すんかい！さあ、これ、これ、あー出た。で、これ、でも倒せんじゃない一発。ドンバン！あっ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 ！スパーキー強え！スパーキー強え！ほん、もう皆さんね、運営さん見てますか？スパーキーゴミ箱とか言ってましたよね、運営さんね。まあまあ、実際弱いけどさ、実際ね、弱い。ほんとにおつらいよ。僕も言いたくないけど弱い。いや、かっこいいけどね。あとね、気持ちいい使ってて。最近ね、もうね、スパーキー使わないとね、なんかこうね、なんつうの、ストレス溜まっちゃう、逆に。ほんとほんとほんと、これガチで。なんかね、ホグとかやってると、まあ、強いんですけど、一発の重みがないっていうかね、そんな感じ。あ、やっぱこう、テンスパ結構、うじゃうじゃ系で、スパーキーのほら、こう守ってるんですよね。アイスウィズと、その、盾の戦士でこう、周りを囲っちゃうみたいな。SP みたいな。もう SP 商法ね。SP 商法。これで落として、でも残り40、この人3クラウン狙うのマジ？マジで？マジ？マジンコ TV！ 本当に？本当に？え？これで？ズバン行くの？ズバン行くの？マジか。マジか。そして、しかも盾の戦士めっちゃ使われてるし、やっぱ相手。これきつい。これちょっと、喜んでますけど、相手。あ、でも、盾の選手嘘？え、嘘？嘘でしょ？盾の選手こんな強いの？え、これ盾の選手いるのってこと？僕のデッキに。すごっ！今までのね、キオスパデッキ、このデッキだったんですけど、このミニペッカの、あ、間違い、ここダークネクロか。で、今ミニペッカとかでいろいろ調整中なんですけど、ミニペッカじゃなくてこちらのアイスウィザードを、パン！入れて、勝てるのか？挑戦していきたいと思います。でん！さあ、来ました！これで決めるぞ。さあ、来ました。お、なるほどね。なるほどね。お、同格だ。同格だ。久しぶり。同格者久しぶり。よし、よろしく。さあ、来ました。ここで相手、カウンタースパーキーを狙っていきますからね。大体ね。大体ね、こうやってやってさ、さあ、どっちから来る？おっと！これは、YouTuber 泣かせの展開か？まさか。まさかそうやってこう YouTuber を、ねえ、こうさ、今戦わないと YouTuber として終わりなんだよ。あ、来た。なるほどね。これスパーキーじゃないな。まあ、スパーキーじゃないわ。でもね、こっから行く。こっから行く。こっから行く。スパーキーを出していく。よし。ここで、来たね。アイスビーズをね、縦にしたい。僕ダークネクロ、おー相手ダークネクロ入れてる。ダークネクロ入れてる時代は、ダークネクロを縦にして戦うっていうのも全然あったんですよ、さ。オッケー、これオッケー丸、これオッケー丸でしょ。さあオッケー丸、さあ見せてくれ、さあ見せてくれ。よし、オッケー。さあ、こうファイアボール使ったよね、今あなたね。あなた使ったんで、あなた使ったんで、あなた、さあ、これザーガーゴイルが先行。これがキオスパ。おわ、うまい、うまい。これがキオスパよ。さあ、圧倒的リードを取った救急選手、ここからどうしていくのか。どうしようかな。あ、でホグですよね。ホグなんで、ちょっとね、ジャイアントこっちから出します。なんでかっていうと、ここにね、トルネードこうやって打つために、打つときにね、ジャイアントが邪魔して、ホグライダーがキングに行かないっていうね、最悪の事態が起こるんですよ。なんでね、ジャイアントくんはちょっと横に出しておきます。よろびくん！よし。さあ、ここテンスパであったよ、さっき。さっきテンスパでこんな展開ありましたからね、こうやって。こうやってやって、おし、いよいよ。さあ、ここはもうまとめてズドンかな。まとめて、まとめてー、まとめて、あ、待て、あーちゃんまとまんなかった。あーちゃんまとまんなかった。でも、ジャイパンチ入る。そして、ジャイパンチ！おお、すごい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 。待って、アイスウィズめっちゃ強い説あるぞ、これ。ほんとに。めっちゃ強い説、うわ、危ね。めっちゃ強い説あるぞ。これね、スリークラウンを狙わないです。スリークラウンは、調子乗って、狙おうすると、負けるんで、確実に。待って、待って、ワンチャン、ワン、え？ちょっと待って、ワンチャンスリークラウンあるぞ。これ、スパーキーほんと強い、ほんと。スパーキー考えた人ね、反省して。今、反、あ、オッケーオッケー、嫌なの見つかったんで、こう、ガゴイが入る、オッケー。オッケー、オッケー、オッケー丸、オッケー丸、オッケー、おじゃ、ここで、オッケー丸、オッケー丸、やばい、スパーキーくっそ楽しいわ、やっぱ。
もうほんと生きがいだわ、スパーキーが、マジで。さあ、そして、これはちょっとこれはちょっとこうね、ちょっとこう離して、ちょっとこう何あの、この何、何これ、じらしプレイね。じらしプレイ。これ、スリークラウン狙っちゃいますよ。さあ、来た。さあ、来た。たた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 たやばいやばい、めっちゃ来てる。だが、しかし、うわっ、うまいな。ちょっと、これは、これはちょっとまずいぞ。うん、これはまずい。お、なるほどね。これはまずいが、しかし、まずいが、しかし、これはもう相手お辛いんじゃないか、これは。ファイボール、ファイボール。ドン。よし。さあ、ここで、清清選手、清清選手、あざす、あざす、あざす、さあ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 、これですよ、皆さん、本当に。これからね、清スパデッキっていうのをね、多分考案していくと思うんですよ、多分。アイスウィザードが入るのか、ミニペッカーが入るのか、そして、ダークネクロがまだまだ使えるのか、わかんないですけどね、模索していきながら、頑張っていきたいと思います。まだ、チャンネル登録、お済みでない方、ぜひともこちらのボタンからチャンネル登録していただきます。私ももちろん、相性が、強いと。わかりますね。ぜひとも皆さんお願いいたします。そしてこちら、7月、8月中、私が本気で YouTube をやるというところでございます。まだ見てない方はぜひとも見てみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。